はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、またしても酎ハイで、イオンのやつなんですけど、前回が、焼酎レモンだったんで、焼酎の酎ハイレモンだったんで、今回はただの酎ハイのレモンを買って、ちょっと飲み比べというかね、先ほど飲んだんで、どんな違いがあるか。アルコール度数が6%と、焼酎酎ハイに比べると低いです。2%低い。で、レモン果汁も2.5%と、2.5%だから 0.8%低いですね。で、原材料名ですが、ウォッカとレモン果汁と、果糖ブドウ糖液糖と、酸味料と、クエン酸ナトリウムと、香料。まあこれはもうウォッカ使ってますからね。まあ最近ウォッカっていうか、まあぶっちゃけ最近もクソもないけど、もう昔からね、チューハイイコールね、焼酎じゃなくなって、もうウォッカが主流になってますからね。まあしょうがないと。まあそこが大きな違いでしょうか。そして製造者が合同酒税株式会社という、さっきと焼酎チューハイと同じですね。合同の会社のやつ。この合同酒税ってのはちょっとよくわかんないんだけど。あれなのかな？なんか、グループで作ってんのかね？お酒をね。複数の会社で作ってんのか。何なのかわかんないんですけど。合同って書いてるから、なんかこう、誰かと合体して作ってんのかね？知りません。これはね、一応ね、この合同っていうのは、オエノングループっていう、なんか、企業みたいです。もうよくわかんないけど。オエノンっていう。最近買ったオエノングループで言うと、これですね。梅の香ゴールド。梅の香ゴールドが、これがオエノンの会社のやつす。オエノン。オノエンじゃなくてオエノン。そんじゃ乾杯。すっきりして飲みやすい。焼酎酎ハイに比べると、全然飲みやすい。あ、これあれですね。合同酒税株式会社とかって言ってたけど。ほら、あれだ。もともとのか、この会社の、やつが、なんかよくわかんないけど、オエノンホールディングス株式会社になってるね。なんかよくわかんない。あ、やっぱグループ会社なんですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個の会社がなんか集まってできたグループ会社が集まってできたのが、このオエノンホールディングス株式会社という会社です。東京都の中央区にある会社です。まあいろいろ載ってますけどね。まあでもこれは一番まあ個人的に有名なのはやはり安定の俺が大好きなね。なんだっけ。電気ブランですよ、電気ブラン。電気ブランね。電気ブラン美味しいんでね。ぜひ飲んでみてください。これは飲みやすい上にちょっとレモンの味が結構するね。結構するね。
結構するね。なかなか。まあ、焼酎。まあ、ストレートで飲む人はほぼいないでしょうけど。っていうか、いるのかって。まあ、本当の、ガチの酒飲みというか、ね、あれになると、もう25度の焼酎をね、ストレートで飲むっていう人間はいるとは思うんですけど。まあ、あんまいないでしょうね。ウイスキーをストレートに飲む人間の方が圧倒的に多いとは思いますが。まあ、俺は飲まないですけど、ほぼ、なんかで割るっていう。まあなんかいろいろね、なんか割り方が載ってますけど。まあ俺個人的に好きな割り方としては、焼酎のね、おすすめ。まあ安定のウーロン割りです。ウーロンハイ。ウーロンハイ大好きなんですわ。はい、僕、ウーロンハイが大好きでね。あの、ウーロンハイね。サントリーのウーロン茶をね、あれ濃くなったんで、昔と比べて濃くなったんで、あれ美味しいんですけど。あれで割ると。非常に美味しい。まあ、そうですね、そんぐらいかな。ロックでも飲まないもんな、焼酎25度のやつなんて。香類焼酎なんて、ロックでも飲まないからな。せいぜいね、金宮はね、飲めるらしいんですよ。金宮。最近紙パックのやつを買ったんですが、金宮。ね、金宮。これはね、非常に、香類焼酎の中では一番、癖がなくて飲みやすいっていう。これは俺がおすすめをする、会社のものなんですが。まあ、これ以外でだと、まあ、あと、第2に、2番目に癖がないのって言うと多分、やっぱ宝かな。うん。ロックではでも、宝でもロックでは飲まんな、絶対。100%。まあ、俺が飲むとしたら、グレープフルーツジュース割り。もしくは、グレープフルーツの、なんかあるじゃん。コンク。カクテルコンクみたいなやつ。あれをちょちょっと入れて、炭酸でビャーってやって、割るパターン。もしくは、まあ、レモンで、レモンコンクをビャーって入れて、で、焼酎入れて、炭酸水をビャーってやるタイプ。まあ、大体この、ぐらいですかね。うん。まあ、大体こんぐらいですね。やっぱこぼれてます。まあ、基本的にですね、香類焼酎はまあ、割る専門です。でも、おつるい焼酎、まあ、麦焼酎、芋焼酎に関しては、まあ、ストレートでも全然問題ありません。うん、でも、まあ、こっちの方が個人的に美味しいけど、このチューハイね、レモンチューハイ。個人的に美味しいけど、
何かが気になるな。何かが、やっぱり何かがちょっと癖として残るような気がするな。明らかに氷結のレモン、俺が大好きな焼酎、焼酎じゃない、酎ハイの氷結のレモンとかと比べると、同じね、ウォッカ使ってるやつですから。と比べると明らかに何かが違う。うん。ていうか、こんなのあったんだ。薩摩美人だって。薩摩美人？何それ？薩摩島美人じゃなくて。完全にパクリじゃねえか、これ。なんだこれ。島美人じゃないぞ、これ。俺の大好きな芋焼酎の島美人。ではなくですね。ではなく、薩摩美人。完全にパクリだろう。福徳長酒。え？福徳長酒類株式会社。絶対買わねえ。絶対これは買わねえ。マジで。薩摩島美人をバカにしてる。冒涜してるね。まあ、関係ないんですけど、薩摩島美人という。いわゆる、かなり、まあ、芋焼酎の、まあ、広く愛されてるやつですね。うん。薩摩の、薩摩の、鹿児島？うん。鹿児島でもかなり有名な部類には入るとは思います。まあ、イサニシキとか、黒イサニシキとかもかなり有名ですけど、これと薩摩島美人が、二分しているのではないでしょうかと、載ってます。これは非常に美味しい。何がうまいかっていうと、これはですね、白麹なのにもかかわらず、芋焼酎で、1、2を争うほどの飲みやすさと。まあ、俺から言わせると多分2番目ぐらいに飲みやすい。俺が今まで飲んできた芋焼酎の中で2番目ぐらいに飲みやすい。芋焼酎ですね。おそらく。最初飲んだ時にめっちゃくちゃフルーティーだったっていうのは覚えてますね。おおって。ちなみにこの薩摩島美人は、もう全く、オエノングループと関係ないんですけど、黒島美人っていうのもあります。薩摩黒島美人みたいな感じの。黒島美人もあるんで、多分黒島美人の方がおそらく飲みやすいと思います。まあですが、まあ、ね、芋焼酎が嫌いな人にはぜひおすすめ。女性にはぜひおすすめ。うん。値段も安い。そして俺が、気に入ってる。個人的に気に入ってる。この銘柄の名前とね、薩摩島美人。っていう。こっちの薩摩美人と全く違うゴミみたいな。なんか、汚らしい、なんか、なんかすごいなんか汚らしい字で書いてあるけど、それとは全然違う。本当にこっちは美人な感じの、スラスラっとした感じの、字で書いてありますんで。これは美味しいですよ。間違いない。あ、そういえば俺、薩摩黒、
え？黒薩摩美人か。俺まだ飲んでねえんだよな。で、多分俺が今まで飲んだ芋焼酎の中で一番、まあ、何回か言ってるかもしれないですけど、一番飲みやすくてうまかった。もうこれはもうフルーツっていうレベル。まあ、フルーツではないんですけど。ものすごいフルーティーな芋焼酎があります。それは、世界遺産の、屋久島ってありますよね。あれの場所に酒造がある御岳という芋焼酎。もう恐ろしくですね、フルーツ。フルーティー。甘い。飲みやすい。すごいです。これは若干プレミアがついてますが、まあほぼ定価で買えます。俺は普通に定価で買いました。新潟でもね。あの、鹿児島から遠く離れた新潟でも普通に買えます。うん。定価で買ってます。この御岳もうまいんだ、これ。あの、俺が芋焼酎の好きな芋焼酎の三つ星に入る。三つ指に入るレベル。のうまさ。ですね。まあ、あといろいろ飲みたいのはあるんですけどね。本当にフルーティーだと、あの、魔王っていうプレミア焼酎がものすごくフルーティーらしいですね。で、ここで小ネタを一つ。まあ、小ネタでも何でもないんですけど、芋焼酎の一番、いわゆるプレミアがついている、一番高いものがですね、森伊蔵という、芋焼酎があります。まあ、当然俺も飲んだことありません。ですが、噂によると、まあ、それなりに芋らしいという味はするらしい。魔王が非常にフルーティーなのに比べて、まあ、魔王もね、超プレミア焼酎なんですけど、芋焼酎なんですが。まあ、それなりに芋の味がすると。いうらしい。で、まあ、このプレミア焼酎をですね、まあ、どうやって買うかっていうと、まあ、ぶっちゃけ森蔵とか魔王とかに関してはもう、普通にヤフオクで売ってるでしょ。ね。おそらくね。おそらく森蔵とか多分普通にヤフオクで売ってるんで、それで金出せば買えるでしょ。安いもんですよ。2、3万出せば買えるだろう、これ。多分。落札相場見ると、まあ、720ml が、12,500 円で落札されてますんで。まあ。うん。1万から2万出せば余裕で買えるとは思います。だって、森伊蔵 1.8 リットルで18,520 円で落札されてるから。あ、これ余裕で買えるわ。1万8000円か。一升瓶で1万8000円か。まあ、そんなに高くもないよな。
720ml で、まあ、12000円とか3000円ぐらいでしょうかね。そんなとこでしょうか。まあ、一升瓶で、まあ、これだったら俺一升瓶買うな。やっぱり、ケチケチしてらんないな。単価が安いから、1.8 リットルで18000円だったら、あ、そっちの方が買うな。まあでも多分モリーノはそんなに美味しいと思わないな。美味しいんじゃないんじゃないかと思う。多分魔王の方がちょっとやっぱりなんか美味しいんじゃないって。魔王がですね、一升瓶 1.8 リットルで8250円で落札されてます。ですので、まあ、森蔵に比べると1万ぐらい安いんで、非常に安いんじゃない？それだったら。うん、安いですね。720ml が4700円で落札されてるんで、まあ、5000円ぐらいあれば買えるといったとこでしょうか。うん、だって 720ml 3本セットで8550円で落札されてるよ。すごいね。安いね。案外安いね。案外安いですね、魔王。飲んでみたいですけど、ネタにしかならない、多分。ネタにしかならないかもわからんけど。まあでも、俺が飲みたい芋焼酎って言うと、やっぱイサミだな。イサミ。芋焼酎イサミさん。これもプレミアですね。イサミ飲んでみたいな。うん。これイサミ飲んでみたいんですよ。確かこのイサミはですね、酒造の会社の方が、このイサミっていう、この一つしか作ってないっていう。まさにあのね、酒造、人銘蔵みたいな。うん。ちょっと長くなりましたね。そろそろ、やめましょう。酔うとちょっと話が長くなるんで。コクはまあ、まあ普通ぐらい。甘みがね、ちょっと高いですね。結構甘い。で、香りがまあ、香りが強い。まあ、俺はこっちの方が美味しいかな。焼酎の、先ほど、前回飲んだね、焼酎チューハイに比べれば、こっちの方が美味しいと思います。2344。いや。いや、これはないな。4、4はないかな、やっぱな。4つけるのちょっとやばいんだ。やばいんだよ、これ。2343です。4をつけるとね、どうしてもね、案外いい評価って俺の中で見がちなんで。俺3以下は絶対買わないんで、二度と。二度と買わない主義なんで。三つ星以下は 100% 買わないです。せいぜい4つ星ぐらいまでしか、まあ、リターンはないでしょ。リターンっていうかその、再び買うことは多分ないと思いますんで。はい、ご視聴ありがとうございました。